点差になっています両チーム。さあ河村が抜けてくる、チャン・ジャクソン、いいコンビネーションを見せていきました。いい連携になりました。この辺りのプレーというのはいかがですか。そうですね、アルマルクのキックに対する対応というのは、はい、あのハードラモスにミスだ。ラモスこぼれたところ、スティールしました三津田。そして前ユトハ、ビハインドのバックパスからの久保田。2回ですかね、3回連続で続いてしまっているので、はい、この辺で1回切りましたね。ユトフから久保田、いつもは逆なんですけどね、これが。そうですね、ただまあ本当にファジーカス不在の分スピード感が上がっている川崎です。中東飛び込んできて外に出した、完全フリーのレイパック、5点目です。それに対して富樫決めたいところだが決まらないと、もう一つリバウンドをしっかりね、今ブラックシラですかね、はあ、おーそれだ、押していく、マーフィー早いか、これをチェックした、名誉クメイヨ、そうしないと、はい、茨城ですね、ええ、こっちをちゃんとしなきゃ、ああいうふうにフリーで打たすことは良くないですね。キラオローポストへの合わせ、バックアップも狙ったんですが、ちょっと苦しい体勢になった、そしてボールロフトになってしまいました。ライボールターンオーバー、そこから早速ローポスト、サーブスキーから、あーこの両者でワンツーのような感じになりました。マイケル・パーカーとシュートはこぼれます。マシュレット中にタディアロ、ワンハンドダンク、さらにはディアロの合わせ技というところもありました、このシーンです。そうですね、これはもう本当に京都は常に狙っているプレーだと思うんですよね、はい、ただどうやってそのシュートを作り出すかっていうところがキーになると思います。ちょっと流れに乗ってる秋田、田口のいいスティールから後ろにパスしてザック、秋田連続得点です。先ほどのシーンです、田口が奪ってこれ自分で持っていかずに後ろのザックを使いました。あ、よく見てました。メイでも高さありますからね。左コーナーにいるのはハナシューター、ジョン・ムーニーがスクリーンで上がってきました。スミスももう一度スクリーンをかけていく、富樫が行ってムーニーに預けてゴールした。最初の得点チームだ、今日は逆ですね。そしてユートフのブロックも見られました、ディアロー、まあ得点ダメな。秋田はまたあのゾーンディフェンスにチェンジングしましたね、はい、メイテンに決めさせました。